緑色の部分が、タラナキ地方。タラナキ地方は、ニュージーランドの北島西海岸に位置する地方。中心都市は、ニュープリマス。地域人口は117,561人。周辺面積は7,257平方キロメートル。ニュープリマスにおよそ6割の人口が集中している。NZ 全体に対するタラナキ地方の、 人口割合は2.5%である。タラナキ山周辺を火山に囲まれ、火山灰が堆積した土地は熱を保ち、農業、落農畜産に適している。標高2518メートルの清掃火山、タラナキ山は、周辺地域を象徴する山であり北島で2番目に高い山である。タラナキ山は活火山であり、過去に8度の噴火を経験しているが、 1755年の噴火を最後に現在は旧火山である。現在もタラナキ山はマオリ族の聖地として崇められる。マオリ族出身者の呼ぶタラナキ山と異なり、ジェームズ・クックがエグモント山と英称を付け直した。現在の正式名はマウント・タラナキ・オア・マウント・エグモントである。タラナキ山を含む周辺一帯は国立公園に指定され、 広大な原生林の保護地区でもある。1853年から1876年までは、タラナき州として自治され、現在は、タラナき地方議会により行政活動が運営されている。日本の富士山と形状が似ている、タラナきさんは、2003年に公開された映画、ラストサムライのロケ地に選ばれた。2003年に、ラストサムライに出演した。 小山田誠はニュープリマス氏に貢献したため同市長からゴールドキーが贈られた。ポピレーションエスティメートテーブルズ NZ シュタットスタティスティックスニュージーランド2020年10月22日参照サブナショナル HDI エリアデータベースグローバルデータラボ hdi.globaldata.org2018 l a b 年9月13日閲覧。スタティスティカルエリア1ダタセット42018センサスアップデーテッドマーチ202020 2020年4月28日閲覧。ありがとうございます。